どうもアウチです。最悪じゃん。これではもう完全に。どうもアウチです。やだ曲次の曲をどうしよっか。簡単なのにしよう。ねえ、でもさ、アニソンがいいじゃん。追い詰められないように。何が簡単なのわかんない。動かすわ。終わってる終わってる。絶対できない。歌も難しい。終わってるとか言って。絶対できないよ。一回死んでも無理だな。一回死んでも簡単なアニソンってなんだろう。ユニゾンスクエアガーデン。もう難しいよ。終わりの時だわ。終わりに行くっていう手段が逆に自ら終わりに行く。君が好きだと叫んでみたい。簡単かも。あ、そう、大変。ちょっと昔の曲の方がやりやすいかもね。うん。うん、でも、申請あるっけ？いや、あるよ。うん。チュン、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 チュン。それ何の歌ですか？スラムダンク。じゃあみんな知ってそうですね。でもキー変えたくないんだよね。大丈夫かな？生でも高めだからいけるかも。え、出るっしょ。出る出る。声の話？うん。台とか家に出る出ないじゃなくて聞き応えの問題じゃない？そう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 。あんまり低すぎるとさ。でもね高いのよ割と。ああそうなのあれ。君が好きだと叫びたい。あり候補1。その次は？微笑みの爆弾できないの？ベースが結構リズム跳ねるよね。あの曲私が死ぬ、跳ねる系じゃない？自分で聞いてみてどうか。ベースが死ぬのはなんかやるよ。かっこいい。動きとかっていうよりは場所みたいな問題もないよ。場所、うん、めっちゃ飛んだらやりにくいけど。なるほどね。うん、君が好きだと。マクロスとか難しい？難しいけど、セブンとかはライオンぐらいなの。あ、あれはあれは。ラララハララ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 イオン。ライオンやろ。ライオンシンシンシン。だん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 弾きたい。原曲通りにやろうと思うと難しいけど、簡単にアレンジしやすいのはライオン。ライオンとか頑張れば。ライオンやろうよ。いいね。いいね。いいね。ライオン押すよ。いいね、ライオン。キーボードさえ頑張る。頑張る、頑張る。もうそのぐらいなんてことない。ジーン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 パンパンって音。あの音めっちゃ好き。ルルルルルルルみたいな。いいじゃん、いいじゃん。いいね。いいよ、いいよ。じゃあライオンにしよっか。やった、やった。じゃあライオンしよ。急におじけず。そんな難しかったよね。原曲通りやったら多分めっちゃむずいと思う。なるほどね。そんななんかビートビートいけるみたいな感じ。あと15分あるよ。じゃあもうちょっと候補なぞっか。それでしょ。ノートセレジもう一回やるでしょ。やろうやろう。フルで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 フルバージョンね。ってことはドンセもやるってことは筆ペンもフルってことやろう。でもさ、ドンセイってフル結構変わるじゃん。うん、ドゥ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 。あそこ見せたいよね。あそこ見せたいよね。ドゥルルル。ドゥルル。あれやりたいでしょ、待って。あ、やりたい。やりたい。ベースの見せどころ。頑張る。で、順番的にはもう一曲ぐらい違う曲やっときたいよね。うん。ドントセイフルやって、ライオンやってフルってやつ？あー、ありかも。あ、でも、3曲ぐらいは違う曲でやっといた方がいい気がする。うん、3曲ライオンまでやって、うん、ドンセイとか、もう一回。君が好きだと叫びたい。ライオンをやったら次やるのがライオンで、その次にダントセイレジーって言ってね。うんうんうん。あ、同時進行に新曲やってもいいし。で、また新曲1個挟んでもディペンとかにする？あー、ありあり。で、もう一曲何しますか？私あれやりたい。嵐の中で輝いて、嵐の中で輝いて、いいね。あれバンドいけるよね。じゃん、じゃん、ゼロ八正体、ガンダム。すごいいいよ。超いいよ。ビームサーベルでフロアパスの。そうなの。めっちゃいいよね。あれ本当に面白いよ。なんか
私陸戦型ガンダムが好き。あら死のうって言った瞬間の2人ね、あのね、忙しい人のための嵐の中で考えてるので見て検索して面白いですよ。あれね、本当にイントロの方が長い。天才だからあれ、うん、なんかね、嵐の中で輝いてるサビが始まるのに、忙しい人のためのやつはテキティンティン嵐の初めて聞いただけ大爆笑しちゃう。秒で終わる。イントロめっちゃ長いんだよ、ね、やめて笑っちゃう、ほんとこれ作った人天才なんだよ。だってさ、これさ、でもさ、嵐の C とさ、最後のさ、曲のさ、の D の音一緒だからさ、それでさ、で最後がね、確かね、母音が E で終わるんだよ。そっと抱いて抱いてあげたい。そこの嵐の音だから。ちょっと待って脱線した。脱線した。嵐の中で輝いていいね。でそうするとどっちもロボットアニメになっちゃうから、うん、なんかちょっと可愛いのもやった。嵐の可愛いやつ。輝いて。プリキュア？バンドでプリキュア？バンドで。最初はあれないんだよね、バンドスコア買ってそのままできるやつが理想だよね。そうだよね、ワンピースいいね、うんうん、ワンピースピースなんかやりたい。大丈夫さ、あらいいじゃん、めっちゃいい。知ってる、私小学校の運動会でそれ応援歌で歌った。わかる、ワンピース見たことない。太陽いつも胸にワンピース見たことないと思います。ちょっと全巻貸すわ。今年7巻みんなで一夜漬けでワンピース見よう。うん、一夜漬けって疲れないんだワンピースもう長すぎて一夜じゃ疲れないのよ。のこういう人間になるよ。何もいいとこまでいかないからね。そう、一夜ではね、グランドラインには出れるかもしれない一夜で。出れるかな。出れるないか。12巻いける。でもアニメはきついかも。アニメはきついよ。漫画はいける。ちょっと待って、脱線した。まあそんな感じで、じゃあライオン決定、はい、他用スコア確認で、フランピースのスコア、うん、決まりました。とりあえずライオンやります。頑張ります。